イケメンクイズ、やりましょう。皆さんこんにちは、ハンチャンネルです。ウィン、シメジャパンです。タイガです。キエちゃんです。オクンです。トモキです。ということでやってきました、イケメンクイズ。ありがとうございます。6つの駅弁があります。それがどこの県の駅弁か当てられた人は食べれます。何県で作られた弁当か、その特産物が駅弁入ってるでしょ。はいはいはい。なのでそれで何県か予想して当たった人が食べれます。あー、カバディと一緒か。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 カバディのルールの方が知らないでしょ。全問正解したら6つの駅弁が食べれると美味しいやつ。よっしゃ。ただ全員外れた場合は俺がいただきます。あー、難易度は一応1から6で上がっていくように設定しております。なるほど。じゃあそれでは早速1問目持ってきたいと思います。お願いします。オルタナチャンネル。それではまず第1問目いきたいと思います。第1面の弁当は第1問でしょ。あー、いやもう駅弁に引っ張られてるじゃないですか。恥ずかしい。駅弁のこと1面、2面って言うよね。第1面だったんだ。1面、2面。そうやって今後は呼んでいきたいと思います。はい、分かりました。はい、それでは第1面目こちら。ズッキーニ。うまそう。すごい、うまそう。ホタテ、トウモロコシ。これが一番簡単なんですか。あ、あと奥くん不正解です。足立区不正解です。あ、不正解。足立区で決めじゃないですか。足立区。あ、おもろい。おもろい。そういうのやってんだ。大橋です。シアトル。さあ、ぜひぜひよく見てもらって。いや、これでももう香りとかがね、確かめたいところです。あ、そのフードの香りがしてくるんじゃないかって。そう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 。コーンが入ってるものですね。ちなみにお値段が980円です。安い。あ、買いやすい。いい値段。買いやすい。まあそういうぐらいですよね、駅弁って。そう、安い部類。全国ですよね。全国、東京駅の駅弁屋で全国いろんなところが置いてあるんですよ。はいはい。で、それで各地方の持ってきました。フィーチャーしてる具材はどれになりますか、一番。タイトル的にはコーンとホタテが同列ぐらいのタイトルです。同列で盛り込まれてる。コーンとホタテの炊き込みご飯みたいな、それぐらいの。そうそうそう、並列で並んでますね。むずっ。意外とこの2つの炊き込みご飯俺初めて見たかもしれない。ね、俺も初めて。コーンが入ってるのがどっちかないね。コーンイコールここみたいなあります。正直なかなかね。そんな。え、ありますよ。え、マジありますよ。トウモロコシといえば、これめちゃくちゃ簡単だと思った俺は。おケーキは簡単。マジ。さあ、1問目誰が食べることができるのか。みんなで食べたいっすよね。そうだね、1問目はもう食べてほしい。みんなで一緒に食べよう。KK が自信あるっぽいんで、タイガから回って。はい、いきますか。いきます。はい、お願いします。私の回答はこちら。千葉。おー、千葉。はい、ホタテが海産物。千葉といえば銚子の方とか、あっちの方の結構海産物得意じゃないですか。得意、得意、千葉。内藤さんのご出身の千葉ということで、まあ、簡単って言ってたんで、印象深い場所なのかなと。なるほど。そのなるほどはもう違う。そのなるほどはダメですよ。いや、わかんない、わかんないです。顔にすぐ出るんですよ。渋谷のもじゃあもうこちらストレート北海道。もう反応で当たってます。反応で分かるんだ。大当たりです。大当たり。さっき走ったトモくんで。ああ、そうです。北海道で、北海道って言えばトウモロコシ。あ、そうか。で、ホタテも北海道。北海道、そっか。コーン、そっか。で、1問目。そっか。1問目そっか。え、みんな北海道。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 北海道でしょ、これ。北海道でどこからどう考えても。それでは発表したいと思います。第1問目、北海道。イエーイ。これサービス問題だと思ったね。まあ1問目でね。マジでトウモロコシってどこでもうまいと思ってました。ちなみにこちらの弁当の名前、北海道産トウキビご飯のバターホタテ弁当。めっちゃ美味しい。トウキビって、トウキビって北海道の方ではトウモロコシがですね。そうそう、名前にもこれはヒントがね、盛りだくさんだった。なるほど。正解した大河君以外お召し上がりください。やだー。いただきます。いただきます。うまそう。あー、うまいわ。いただきます。うわ、染みてる。染みてる。うまっ。はい、めっちゃ染みてる。やっぱ北海道といえばトウモロコシですよね。うまい。次は正解ね、目指して。はい、ちょっとここから逆転いきたいと思います。じゃあそれでは第2問いきたいと思います。はいはい。オルタナチャンネル。
2点目こちらです。ダダン。うわー、なにこれ。焼き鳥。こんなん来ちまうんだ。これ駅弁。これ駅弁です。いやー、これむずいんだよ、こういうの来ちゃうと。見たことあるな。焼き鳥、焼き鳥しかもう入ってないシンプルな弁当。どこがわかんねえわ。ちなみにお値段を発表すると750円。安い。だからまあビールと合わせてちょうど1000円になるような金額。うわー、そういうこと。確かに電話されてんの。素敵な金額設定ですね。確かに買って帰りたくなる。わかったわ。なんでわかるの。これ食ったことある気するな。むずっ。これヒントはないんですか。めちゃめちゃシンプルです。締めと焼き鳥っていう。なるほど、わかる。ドシンプルな、超ドシンプルなタイプで来ました。お、来た。絵画と渋谷が自信がある。当てて、っていうか食べて、これ。食べたい、めちゃくちゃ食べたい。5本あるんで、1本ずつ。うわー、そうだ、行きましょう。それは気持ちいいよ。内藤さんに食べさせないっていうのが俺らの目標。いや、確かにそう。全員外さないと食えないんで渋谷でしゃべるってことなんで、おっくんからまた最後渋谷で行きますから。鳥といえば、はい、宮崎。おお、じゃないかなと思います。ただ宮崎の鳥って炭で焼くイメージがあるから、この形式あんま見たことないんだけど、まあ宮崎なんじゃないか。確かに地鶏をね、あの炭火で焼くって、ね、そう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 。でもまあ宮崎じゃない。なるほど、まあ鳥のイメージは宮崎。あれ続いてトモキ。僕は鳥取県。おお、鳥が…漢字じゃない？漢字…漢字ベース。鳥にでも…漢字ベース。鳥が入ってるから。ダジャレ弁当だから。鳥取の焼き鳥。そう、鳥取の焼き鳥。言い踏んでるってこと。そう、そのネームバリューだけで作った弁当。あー、なるほど。ネームバリューとか、ネームだけで。バリューはないよ。覚えてもらおうっていうのが、まず第一ですから。なるほどね。自信がありげな。はい、これもシンプル。はい、宮崎県。おお、よっしゃよっしゃよっしゃ。もう宮崎地鶏の焼き鳥みたいなね。もうちょっと高かったら値段が、うん、名古屋コーチンとかね。ああ、愛知とか頑張るかと思ったんだけど、5本で700円は名古屋コーチン使わないんじゃないかな。なるほどね。これで経験はなんていうか、俺も宮崎。おお、すごい。宮崎だ。3人。お、鳥といったらやっぱ比内地鶏っていうのが一番に出てきて、炭火焼きの黒いちょっとイメージがあるんですけど、そことは違ったんで、宮崎以外名産が出てこなかったんで、とりあえず宮崎と書きました。おお、3人で揃ってる。はい、どんな回答を出すのか。人狼が決まりました。あれ宮崎。うえー、うわー、やばい。人狼だ。うわ、人狼だ。完全に。いやー、マジか、タイガさんか俺のどっちかっすね。今のところね。宮崎でしょう。食べたことあるって言ってる。食べたことあるってか、見たことあるかどっちか忘れたけど、うん、宮崎地鶏の焼き鳥弁当みたいなタイトル、うん、気はする。はいはいはい、はい、いいですね。やっぱ鳥のイメージでみんな。はい、宮崎発表したいと思います。こちらの弁当は東京。え、ほらね、え、全員外れの東京でございます。これ弁当の名前、国技館焼き鳥弁当。そうだ、それで見たんだ多分。そういうことか。騙された。無理ですよ。アドバンテージ取れない。それじゃ熱量で。俺らと同列だ。同列。これ国技館の地下で作ってる弁当なんですよ。あー、そうだわ、あるわ、それ。トリビアの泉にもなったんだけど、あの相撲がなってる昔の情報地下でこの弁当が作られてて、名物なんですよ。相撲を見ながら食べたり、駅弁で売ってるっていうところで有名な弁当で。そうなんですね。これ、超一貫弁当ということで、全員始まるのに私がもらいます。いやー、国技館。羨ましい。ちょっと外しですよね、これもう。ちょっと外しだよね。でもね、確かに5本750円で気づくべきだったの。1本150円だから、やっぱ比内地鶏も使えない。安いからやっぱりテレビとかでも特集されたりするんだよ。いや、有名なんだ。そう、有名なんだ。知ってる人いたらここアドバンテージだ。うわー、悔しいなこれ。じゃあそれではこちらいただきたいと思います。はい、みんな口開けて、はーい、刺してくよ。はい、はい、ドシンプル。あ、そうね、もうストレートな、もう肉の塊って感じ。そう、だから余計なものが一切入ってなくて、肉で勝負してるって感じ。じゃあ続いて3問目いきます。はい、よかったね。ということで3つ目こちらでございます。うわー、こちらのお弁当どこでしょうか。
これ高いよ。でもね、1250円。安い安い。チーズだめです。何の肉だ。牛ですね、多分見た目的には。レモンステーキ弁当。やっぱりレモン特徴あるなと思った。ああ、そう、レモンが乗ってるステーキ。うわ、レモンステーキ。レモンステーキが名物みたいな、そこの。へえ。何々牛みたいなことじゃないのかな。それもね、ちょっと含まれてるからレモンステーキが有名になってるっていうのはあると思う。噛んだな。さらにむずいのが、レモンステーキ発祥の場所はまた別なんですよ。何？それを引き継いでその県が作ってるっていうところがあるんで、そこのむずいさ。思いから回って最後はい、僕はこちら兵庫県。ほう、うん、神戸牛なんで、うん、神戸牛しかそのないでしょ、この形は。形は牛じゃん。加工次第だ。牛に特徴あるはずなんですよ。ネームバリューの高い牛の県ではあると思うんですよ、どこかしら。なるほど。なので兵庫、うん、なるほど。続いて大学。栃木県。レモンステーキとか、はいはい、そういうのって意外と北関東みたいな。あそこでそういうのあるんだけどね、なんかあるよね、そういうイメージ。栃木ってレモン牛乳か。あ、そうだ、レモン牛乳か。そうそう、やば、多分それから。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、そうそうそう。レモン牛乳じゃん。レモン牛乳です。ラッキーパンチ。うわ、栃木だ絶対。はい、やっちゃった。いただきました。すいません、ここで全回収です。いや、可能性ありますね。いや、いいですよ。続いて KK。 こちら愛媛県。瀬戸内海がやっぱ柑橘系有名なんですよ。あー、確かに。なんで四国の上側か、ロード中やめて。ロード中なんだよ、ここ。最後ある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 あ、中国地方の南かなと思って。なるほどね。じゃあ続いて渋谷君お願いします。はい、僕はこちら。お、あ、ロード中。やばいやばいやばい、重いな今日。重いな。重いな。動画すみません。まあでも品質だからね。あ、ちょっと笑った。石川県です。あ、特に理由はありません。そんなことある。なんとなく。でも理由はなく石川と。はい、勘で。勘です。なるほどね。さあ、これでオックン。僕これだと思いますよ。お、ぼっ、僕大丈夫。僕大丈夫。ロードチューじゃなくて怖い気がした。ロックンが動きがブブーってなったけど。で、あ、喋り終わった。壊れましたね。本当に。山形ってなんか、なんかレモンステーキ山形じゃなかったかな。ここら辺じゃなかったかなって記憶です。ああ、なるほどね。それで発表したい。出たい、お肉。正解は兵庫です。当たった。こちら兵庫の神戸のレモンステーキ弁当でございます。すげえ。すごすぎない？すごすぎ。すごい。長崎発祥なんですよ、レモンステーキは。へえ。そこがもう作んなくなっちゃって、こちら兵庫で受け継いで名物になってる。ということで、じゃあトモケお召し上がりください。マジ？よし、いただきます。やっぱレモンが効いてます。あ、え、効いてるんだ。もう酸味がもうね、感じます。ちょっとうわ、美味しい。今ポイントは2で、あとみんな1でタイプが出る。0、1、2ということで、まだ逆転チャンスで。はい、ありがとうございます。パーティーの始まりだ。うわ、うわ、4つ目こちらでございます。わかった、2段。さあ、2段開けてください。ぜひオープン。うわ、贅沢だ。これご飯エリアですよね、多分。これがあることによってめちゃくちゃいい味わい。超楽しみですね。いきます。オープン。うわー、バカな木目。いや、違う違う、サワガニ探してるんじゃないんだよ。裏探してるんじゃないんだよ。サワガニ、サワガニ探してるんじゃないんだよ。やめてください。お値段は1780円。あああああああ、いいお値段。分かる分かる、するわ。いいお値段しますね。これはね、めっちゃむずい。これ当てられたら本当にすごい。でもやっぱ食材にヒントはある。そうです、この弁当何かっていうと、その名産がたくさん入ってるんです。これそぼろ。そぼろ、何そぼろかによる。これマグロかな。鶏そぼろじゃない。嫌ないです。なんか普通に考えたら、うん、まあ、それ気になる。これあれじゃん、いぶりがっこ。いぶりがっこ、いぶりがっこだ。おー、おー、あ、じゃあ来たやん。え、いぶりがっこって何。いぶりがっこ、ある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 よ、こいぶりがっこ。あそこじゃん、あそこじゃん。えー、ケントやん。いぶりがっこって、ケント、いぶりがっこ。いやー、これいぶりが
っこに騙されたらあれじゃない？いや、騙しいいよ。これ騙し？騙し学校。騙し学校？騙し学校？あぶね学校じゃん、これ。そう。3つ書かれています。その中には、あぶね学校は書かれてはない。ない。ない。マジか。じゃあ違うな。まあでも見た目で言うと、エビ、鳥で、やっぱ海の先も陸も頑張ってますよ。わからんなぁ、これはマジでむずい。さあ、ということで、それではいきますか。タイガーの発表からお願いします。はい、これはもう、はい、ヒントはここだけで、はい、秋田県。なるほど。つくねみたいなやつも、きりたんぽじゃないですけど、あぽいような雰囲気もあって、まあ、お米もなんか美味しいじゃないですか。はい、しないですけど、その辺かなっていう。なるほど。はい、それでは経験お願いします。はい、ふくい。おわー、でもいいかも。意外とえびせんべいのお店ってあれ福井じゃなかったんですっけ。福井だったような気がしたんですけど、まあでも福井もね、海産物だね。海産物得意ですよね。ちょっと自信はないですけど、なんかイメージで。なるほど。福井で。はい、新潟。おお、来た来た来た。やっぱね、大学時代のお笑いコンビの相方が新潟出身だったんで。お関係ねえだろ絶対伝統に関係ねえだろこれはあの、失恋した時のトモくんあんまイメージないけどな、失恋の恋してないけど恋してないバラさないでくださいやめてくださいチャラ男ブランディングだと思うチャラ男ブランディング恥ずかしい一番恥ずかしいよイチャイチャしないでください、そのなんか行きますよ、ちっちゃい声でずっとちっちゃい声で聞こえるか聞こえないかぐらいですけどねやるなら声張ってくださいどんどん言わないやつだぞいいです、音くん待ってます音くんが待ってたな、今声を飛んだ、すごい大きい人が聞こえて、じゃあ発表お願いします。はい、福島県ちっちゃいキャンピングカーもみんなで行った福島県ですよ。楽しかった。いじめよ、こっから先はお前がでかいんだよ。いじめよ、こっから先は福島あるんじゃないですか。行った時、本当海もやっぱありましたし、なんかそういう話も持ち出すつもりで買ってきる可能性あるな。じゃあ最後、トモキ発表お願いします。新潟、一緒だ。渋谷さんと一緒です。なるほど。やっぱその海も山も強いイメージが新潟なんて俺の中で、これ絶対エビが主役だと思います、この弁当の。確かに一番映えてるから。やっぱ日本海の海の先なんじゃないかなっていうことで。いや、全然ありえるな。いや、いやー、みんなちょっといいですね。予想結構深いのがありますけど、一人正解います。わあ、なんだ俺たちが。じゃあ新潟違う。一人出てダメです。じゃあダメだ。行きます。正解は。あ、秋田県です。マジか。やった。取れた。うわ。まさしく秋田。調べたらイブリガップやっぱ秋田でしたね。うわー、やられたわ。うわー、マジ悔しい。うわー、マジ悔しい。できた。気持ちいい。咲き誇ってます。咲き誇ってるわ。いや、悔しすぎる。これお米の咲き誇れと、あと秋田牛ってのも有名で、あと比内地鶏が比内地鶏って秋田か。比内地鶏って秋田なんですね。なのかな。で、書かれてるから押し出されてて秋田っていうのがね。うわ、やっぱイブリガップがヒントだったんだ。ということで、最後見事正解です。やった、嬉しい、すっごい嬉しい。これイブリガップはあったと思うんだよな。これ一人でください。なので、これでタイの1ポイントで横並び。そうだ、はい、トモ君以外か。いや、分かんない、最後まで分かんない。切りたい。なんか北海道だけしか合ってないけど弱い気がする俺ね。ほぼ0点みたいなもんよ。質が違うね、言ってんの。比内地鶏秋田ですよ。あ、そっか。え、そうなんだ。比内地鶏っていうブランド。そう、ブランド鶏。それがふんだんに詰まった二段弁当ってことで、めっちゃ美味しい。あ、本当に贅沢な。うわ、すごい。ということで、分かんなくなってきました。あと残り2問でございます。2問か。はい、チャンネル登録よろしく。こちら5つ目どうぞ。紐引っ張るやつ。紐だ。紐だ。そうでございます。怖っ。温まるやつ。中見てもらってから温めればいいかもしれない。オープンのスケープ、じゃじゃがじゃーん。うわー、すき焼き。すげえ。牛丼みたいな感じですね。と、うどん。分かる人には分かる。うどんって言ったらもう1個だけだけど、ただこれ平たいんですよ。平たいうどんってどこって言われるとあれが思い浮かびますよね。え、分かんない。
いきます。シュル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 。うおー、すごい音してる。音が、あー、湯気出てきた。湯気きた。え、全然わかんねえな。でも、うどんですよ。え、わからん、わからん。で、ああいううどんは何々うどんって言うよねってのがわかるんですよ。あー、これがなるほど。どこかわかんない、あのうどんどこかっていうのが。でも着眼点めっちゃいいっす。視聴者さんでも分かる人はこれ有名だよねで気づいてる人もいると思う。両方とも有名だけど手がかりになりやすいのはやっぱりうどんの方。うわ、あったかい。うわー、湯気立ってる。めっちゃ熱い。いい匂い。ここ何、これ何、これめっちゃ手がかりじゃないですか。タレじゃない、これタレというか。いくらですか、こちら。1500円。あ、まあ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 、まあ、妥当ですね。妥当妥当。ほんとそんな感じ。買えるよね、買いたいよね。これは知ってればこれじゃんってなるけど、みんな知らなかったっぽいんでむずいかもしれない。だから混ぜそばみたいなことだよね。そうだ、うん、すごい。あ、これがあるよ。これがある。これ牛丼、すき焼き丼だ。じゃあこれはこうやって混ぜてくるんだ、うん、これ特殊な食い方じゃん。満腹やん。そのうどんめちゃくちゃ特徴的です。ね、汁なしうどんというか、うん、そう、それがめっちゃ手がかり。汁なしうどんだ。あ、え、待って待って、なんか出てきそう。嘘、わかった。これが有名なとこがあるんですよ。さあ、どうでしょうかみんな。渋谷からお願いします。もうわかりません。京都。逆に、逆にメジャーな。逆にね、実は僕も京都です。まさかの。まだ関西ら辺の答え出てないよね。まあ、兵庫隣ですよ、ほぼ隣です。ダメだ。じゃあ、続いてもぎ。僕はこちら、岩手。僕、岩手銀河マラソン行った時に。おー、何それ。みんなおなじみみたいな。あの岩手銀河マラソン行って走った後にこういううどん食べてるよ。あ、マジで。ジャージャー麺みたいな。ジャージャー麺みたいな。コンプラ太かった気がして。で、混ぜそばなんですよ。混ぜそばで、本当だったらそれ上卵乗ってるんですけど、あ、こういう肉味噌みたいなのが乗ってたほうイメージなんですよ。それ食べてうまかった記憶があって、取れないんじゃないの。怖い。ジャージャー麺っぽい。で、KK。 はい、盛岡って岩手。そう、わぁ、ミスっとるわ。じゃあ宮城。ほうほうほう。盛岡宮城だと思ってました。あ、まあまあまあ、なるほどね。じゃあ同じの書きたかった。同じの書きたかったわ。県を間違えた。県を間違えました。あ、なるほど。なんか盛岡冷麺みたいな、その麺類の連想で盛岡イコールって感じだったんですけど。ファイナルアンサーはどっちにします。いいんですか。岩手にできるなら岩手にしたいです。どうですか、みんな的に。いや、全然もう全然。本当ですか。じゃあ岩手にします。じゃあ最終決定は岩手。岩手。はい。で、タイガー栃木。すごい、粘る。栃木だわ。さっきだって栃木。当たってないの。当たってないんで。あ、そっか。で、なんかこの平たいうどんが、はいはい、なんか稲庭うどんって。あ、そうですね。そうですね。があるじゃないですか、うどんのイメージでこれしかなかったんで、平たいうどんみたいな。でもそれが何県か分かんなかったんですよ。はいはいはい。なんか栃木っぽいなと思って。大体北関東なんですよ、こういう。いや、確かに稲庭うどんは栃木、茨城、そこら辺だったんですよ。なるほどね。でもさっきのケイ君の理論で言ったら変えていいんじゃないですか。でもどこだったかわかんない。変えようかな。なんでもありですけど。でも俺宮城って書こうとしたの。宮城って言う俺。その理論で言うと変えてもありですね。なんで宮城だと思ったのに京都って書いたんですか。じゃあ宮城にしましょう。宮城。内藤が KK にどっちにするはいはいはい。宮城正解だ。ああ、なるほど。怪しい。うわ、二択の時のどっちにするのかわかんない。そう。うわ、だから宮城だったら悔しい。悔しいですね、それ。もう変えちゃダメよ。大丈夫です。ファイナルアンサーはこれでいいですか。はい、お願いします。いきますよ。怖い。弁当。あ、盛岡なんだ。やっぱ盛岡です。来た、完璧や。そうなんです、盛岡はジャージャー麺推しなんですよ。めっちゃうまいの、ジャージャー麺が。そう、さすが銀河マラソン。そこが気づけるかどうかで、牛めしで気づけるところはちょっと少ないから、こっちのうどんがヒントだったんですよ。うわぁ、すごい、興奮した。興奮。銀マラで銀河マラソン出てよかった。面白い。この日のために報われた。100キロがこれで弁当くんね。トング100キロ走ってなくても正解してる。悔しい。すごいすごい悔しい。最後最後で帰ってくる。ということで、トモキ経験クリア。やったー。すげえな、これはすごいよ。嬉
嬉しい、すごい、皆様の大きな心にしていただいたおかげです。じゃあちょっと食べてみてください。ジャージャー麺は中国の発祥、中国か、中華だ。で、盛岡ジャジャ麺っていうのがまあ日本であるんじゃね、盛岡ジャジャ麺か。うどんは、うどん、稲庭うどんですよね、うん、じゃいただきます。はい、どうぞ。稲庭うどん、秋田でした。秋田に固執してる。秋田で正解したし。これまた熱々で食うってのがいいですね。あー、確かに。うん、うまこれ、やばい。そんなうまいんだ。ということで、現在ポイントがともきさん、KK2 で、他3人が1ポイントで。なるほど。さあ、最終問題、激ムズでございます。これはマジで当たる人いないと思う。じゃあ最後の問題いきましょう。はい、お願いします。グッドポイント。どう激ムズなのか。あ、確かに言うと俺自身それを知らなかった。なるほど。はいはいはい、それ名産なんだ、そういうのがあるんだって言われたから。なるほど。逆にチャンスあるな、これ。激ムズって聞くと逆にメジャーな件は全部排除していいんじゃないですか。確かにね。はいはいはい、でも逆に、そう、書いとく俺も。福岡内藤読みで。もう帰れないですよ。マジ帰れない、帰れないですよ。そんだけ正解したらいいの。あれが言うてん、厳しかった。厳しい。最後の問題こちらでございます。うまそう。宮崎地鶏みたい。宮崎地鶏っぽいけど、いやでもそうじゃないってことですね。九州で残ってるんで、福岡は俺もこれで行こう。でもそれが名産って知らなかったんでしょ。いや、でもっていうことだよね。そう、じゃあ俺も行きますね。お、早い。絶対知ってますもんね。俺もじゃあ宮崎って書いてます。早いよ。逆読みしておきます、内藤さん。逆読みね。いや、読みで言ってんだ。宮崎地鶏って話がそんなに出ると思ってなかった。宮崎地鶏を知らなくて。え、それある、そんなことある。いや、もうこれは逆に、逆に逆読みね。これはもう逆読み。そんなことある。そんなはずないよ。普通の人は、内藤さん普通じゃないんですか。まあまあ、俺宮崎地鶏知らなかった人は。知らなくて、宮崎地鶏めっちゃ有名じゃんみたいになって、最近旅行行ってなかったな。行ってたんですけど、知らないんですよ。地鶏が有名で、激ムズヒントないみたいなことで、みんなをずっとこう、騙す。いやー、人読みで言ってるな。確かにそぼろもあるから宮崎の鳥押しだな。え、これいくらですか。これがですね、1080円です。いやー、そんな高くないのか。タイガーの読みの可能性あるぞ。これワンチャン、そっちで逃げられたら嫌じゃないですか。なんで俺が潰します。ありがとうありがとう。協力プレイで。そう、俺はもう協力プレイで死ぬ確率が正直 70%80% ありますよ。どうしても俺に来ますから。そう、やられたらやっぱ嫌なんで、ドヤ顔させたくないから。そこ潰しときます。さあ、どっちが勝つのか。さあ、分からんよ。だから本当に鳥押しって感じですよね。だって鶏肉、鶏そぼろ、卵。宮崎の可能性出てきたよ。いやー、普通に言ったら宮崎やってるな。それ多分ミスったんですよ。両国の焼き鳥でそんなに宮崎地鶏、宮崎地鶏って言われると思ってなかったっていう。なるほどね。待って、宮崎以外出てこないっすよね、これ。さあ、もうどっちが勝つのか。5人分エース1人、さあ防げるか、誰か食べれるのか。さあ、それでいきますか。さっき渋谷だっけ。はい、福岡。ああ、もう変えてない、変えてない、変えず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 福岡でいきます。なるほど、じゃあ変わらず福岡で。はい、じゃあ続いてオッケー。俺分かった。お、ここに来て京都。なんか歴史ある町って卵焼き大事にしがちだと思うんですよ。築地とか、はい、卵焼きの方で。そう、京都ここに来てあるんじゃなかろうかと。なるほど、お一つお願いします。じゃあ続いてトモキ、こちら岐阜。岐阜って書いてある。いや、ちょっとこれはもう勘です。マジで知らなかったんだろうなっていう。鳥が名産とも知らないっていう。あの言い方、兄ちゃんは意外と裏行ってない気がする。ガチ。なるほど、岐阜で。じゃあ続いてタイガー。これはもう変わらず宮崎。うわ、変えてない。もうさっきの読み通りですね。なるほど。その絵は何ですか。内藤さんがよく書くやつ。あいつです。あいつ。内藤さん読みです、これは。じゃあそれでは最後 KK。 まだ出てない地方、四国、香川。分かる。おお、四国パターンね。四国も出てないか。四国出てないのと、あとさっきジャージャー麺、うどん出てきたじゃないですか、はい、うどんっていうのが頭にあって、最後激ムズ何にしようっていうので、うどんイコール香川で、香川で鳥みたいな。どの点と線になってるかが俺らには分からない。内藤さんだけ分かってる、これ。なるほど、引っ張られて。それでは
最終問題発表したいと思います。はい、じゃあまず弁当の名前からいきたいと思います。はい、溶岩石で焼き上げた。うわー、なるほど。えっと、あ、そういうこと。山が有名な。マジ。あっぱれ鶏飯。あっぱれ鶏飯。鹿児島さん。鹿児島。鹿児島かったからか。それではと。岡山です。うわー。ということで全員不正解。溶岩石、かつ岡山鶏飯発祥なんですよ。あ、鶏飯あるわ。そう、発祥と俺知らなくて、だから激ムズっていうところで鶏飯はあるわ。むずいわ。鶏飯ってでもこのイメージじゃないもんね。うん、確かに違うね。ルーム全員出発。うわー、これはガチの激ムズだ。うわー、難しいわ。むずい。はい、回収します。中国地方出てなかったな。回収したいと思います。全国行ってるか。さあ、ということでいただきたいと思います。じゃあ、それではこちら岡山県名物マータソビテルいただきたいと思います。マータソわかるかな。そう、マータソはね、岡山出身だね。うん、間違いなく分かってたと思うよ。いただきます。あ、本当に炭火の匂い。やばい、うまっ。早っ。うまいよこれ。うまっ。うんご、マジでプルンプルン。弾力が弁当なのに残ってる、ちゃんと。バサバサじゃなくて。で、下のこのご飯も超味が染みてる。うん、これはうまい。ということで、こちら最終問題は岡山でした。やったー。ということで、最終的なポイントは優勝峠。うわー、半分当たった。すげえ。半分当てるのすごいっすね。すごい。もう駅弁王。なんか勘が冴えてました。駅弁王だ。駅弁王。駅弁王面白いですね。ありがとうございます。ということでまだまだね駅弁いっぱいあるんで、こういうのだったら次回第2弾やりましょう。ぜひお願いします。お願いします。でこれぜひ楽しんでくれたら、美味しいと思ったら高評価、そしてチャンネル。食べてはないし。画面越しで。画面越しで味伝わるじゃないですかね。美味しいですよね。ぜひお願いしますね。ということで、次回お会いしましょう。それではまたね。せーの。バイバイ。今日はしてる。美味しいと思う。美味しいと思う。みんなずっとニヤニヤしたまま終わっちゃった。最後なんかね、ぐちゃぐちゃして終わっちゃった。いや、マジうまい。悔しいな。悔しいな。でも美味しいな、食べれた。ね、美味しかった、全部。全部食べた。一応食べ。